皆さんどうもピーマンです。今回は6年目4月の2日から始めていきますよ。前回の実況ではオープン戦そして開幕3連戦を実況してみました。開幕3戦からねなかなかの大活躍ですよ。見てくださいよ。3試合を終えて打率は6割2分5 8打数の5安打ですよ。皆さん素晴らしいと思わないかい。出塁率も7割5分ひゃーすごいね。褒めるとこしかございません。開幕3連戦は大活躍でございました。この4年目はですね、前回、6年目ですね、前回紹介した通り、全試合実況していきます。目指せ年間200安打。やっていかないとね。じゃあまずは日ハム3連戦ですかね、から始めていきますよ。行こうぜ、ベイベイ。さてやってきた1打席目。いやもうねこの絶好調をキープして200安打いきましょうよ。3試合で5本のヒット、何本だっけ、5本、うん、5本だよね。8打数の5安打合ってたっけ。5本のヒットですからね、かなりのヒットを量産できましたが、ここではどうだ。はい、引っ張った打球はイエー、そのままライト線乗ってツベス、いただきマウス、マウスでございます。うまうまうまし、いきなり長打でございます。ふぅー、あー、うち、ここは打ち損じた。ちょっとね、ホームランも狙っていこうと思ってるんでね、今季はちょっと20本塁打くらい打てたらなと思うんですが、OPS も9割超えしたいしね、そのためには出塁率だけではなくてね、このマイライフ課題の長打率、そういうのを上げていかないとね、長打率がね、あまり高くないんでね、キャリアハイでも4割台前半だったと思うんでね、ここまで。長打率の低さがちょっと目立っているマイライフの5年間。6年目からはそういう例を改善していかないと。しかしここは三振。グッバイベースボール。流した打球は真正面。これはアウト。今日はツーベース1本のみかな。チームはおー、チームはサヨナラ勝ち。これで開幕3連戦を終えた後のを合わせると4連勝ですね。非常に流れに乗ってますよ。お、何？電話だ。もしもし。ピーマンか。すまない。あの店だが。また閉店。おいおいおい、これ金貸してるんだけどな。お金は返せそうにない。俺はしばらく自分を見つめる。いや、返せよ。いや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 、何しとんねん、これ。借りたら返す。もう貸さねえ。あいつふざけてるね。クソみたいな人間だわ。よし、1打席目。カモーン。おい、おー、どうだ、内野なるか ?1 打席目、カモン。おー、イエース !1 本出てくれた。ナイス内野だ。いただきマウスでございます。ワンボールワンストライク投げました。おい、あー、ゲッツーか、やらかしたー。のーほほほほほ、とほほほ、とほほでございますよ。ここでゲッツーやらかしちゃダメでしょう。怒りの本塁打行ってもよかですか。ツーアウトランナー一塁、おそらくこれが最終打席になると思うんでね、チーマー3対2。いやいや、怒りの本塁打行きますよ。ゲッツーの後はバコンと一発、フォーと行こう。さて、スリーボールだ。ここはフォーボールか、入れてくる、フォーク、スリーワン、イエー、フルカウント。どこに来る、入ってる、ボールじゃん、ボールだよ。あ、また来たね、最後。まあ、ターニングポイント、試合の流れを変える場面だ。チームは4対3、ワンアウトランナー1塁3塁。ここで打たねばね、まだ今季打点はついてないですから、つけたいところだね、この5試合目で。ふぅ、プレッシャーはかかる。しかしここで打たねばどこで打つ。はい、は、文句はつけても仕方はない。さて、フルカウント。先ほどは三振、ここではどうだ。イエーす、まあ最低限選ぶことはできたね。で、チームは負けるんかい。ワンアウト満塁、そして1点差、1点取れば同点で点が入らないとか、どういうことだよ。ありえないね。今日は4打数の1安打、1個のフォアボールですか。こんな成績でございますね。普通。いやー、普通って何だろう、普通って何ですかね、まあ、よくわかりませんね。監督の言葉には納得はできないし、理解もできないし、これから理解していこうとも思わないしね。ふざけてるよ。普通なんて言葉はないんだよ。お !CP が盗塁1個決めてくれますね。はい、今季初盗塁になりました。日ハム3連戦の3戦目、行きましょう。おー、今日の先発は大谷だね。チームはいきなり4点、大炎上ですよ。
さて6年目大谷との対決きました。大谷との打率はどれくらいなのか見ていこうか。対投手打率は1割9分6厘、ホームラン0で打点は2打点か。まあ、相性の悪いピッチャーだよね。ことごとく打ててないよ。しかし6年目のピーマンは違うんですよ。打ちます。流した打球はアイサードの頭越えてツーベースあるか。行こうか。ツーベース無理か。いけない。イエース、シングルヒットいただきます。ほい、ここは失投を打ち損じ、もったいないな。ライトフライ。おう、スローカーブ、ボール、フルカウント。さてこのチャンスどうなる。おお、打ち損じた。これはセンター前には落ちない。ここは選んでファーボール。チャンスだが打てん。今季はね、ここまで得点圏で打ててないかな。はい、日ハム3戦目が終わりましたね。3連戦の3戦目。3試合プレイしてみましたが、今日もヒット打ててね、これで開幕3戦から合わせると、開幕連続安打6試合ですね。非常に打ててますが、まあ今日も大谷からね、1本打ったというのは非常にいいんですがね。ただね、チャンスで打ててね、得点圏打率低いんじゃないか？打ったイメージがないな、チャンスで。打ったっけ、俺。チャンスで全然ほんと打ってないよ。俺の記憶によればね。ちょっと成績見ていこうか。確認、確認。あ、3割3分3厘。打ってるんだね、一応。どこで打ったんだろう。俺の知らないとこで打ったのかな。はい、これで、日ハム3連戦が終わり、次はロッテ3連戦に入りますね。やっていきましょうか。おい、どうだ。あー、これ内野だ。いや、わからん、内野だか、どうだ。よーし、内野だね。ヒット、ヒット、ヒット。送球エラーもありましたが、これはエラーがなくてもヒットだよというわけで、いただきました。これで開幕から7試合連続安打。めっちゃいいわ。ここはしかし、ショートゴロで凡退。流したか。これも真正面。アウト。おお、ショートフライ。今日も1本だけか。4打数1安打。まあ1本出てくれるだけでもいいんですけどね。なかなかね、そう、量産体制に入れないね。200安打打つためには、このペースで打ってたらダメなんですよ。あ、7試合連続出塁、7試合連続安打とここまで来てますね。それは素晴らしいことだが。もっと打たないと。さて、2戦目の1打席目、やってきた。先頭打者ホームランというのはいかがでしょうか。ほい、はぁ、ショートゴロ。ほい、来た。長打か、落ちるか。イエス、センター前、いただきました。おう、まず1本。ノー、斬新。やっぱ長打強振で打つのはむずいな。おお、ターニングポイントがやってきた。4打席目。おお、ツーアウトランナー満塁。チームは 1-1。 ここは本当に大事だ。ここで打てればレジェンドだ。打てなければクソだ。死ねだ。帰れだ。絶対に打つ。お、押し出しもある。じゃあ次は見ましょう。どんなボールが来ても見る。コントローラーから手を離そう。まあまあまあいい。ふ、行くよ。行っちゃうよ。ほい、流した打球は？イエース！ここで貴重なタイムリー。今季初打点。2打点入るか。タイムリーツ。ヒット。2点タイムリーです。いただきやした。チームは 1-1 というね、接戦が続いてた中で、このチャンスで打てた。非常にいいでしょう。本日のヒーローにも空選ばれるわ。当然ですよ。よっしゃー！イエス、イエス、イエス。ものすごく嬉しいです。よし、とりあえず今季初打点を挙げることがようやくできましたね。2点もです。2点です。おまけに1点ついてきた。オーライ、今日のヒーローは俺だ。8試合連続安打。続きますね。この記録はどこまで行くか。開幕からずっとですからね。ここまで8戦。素晴らしいです。おお、今日は OB が来たのか。OB さん、恥ずかしい姿見せられないね。さて、3戦目1打席目。行こう。カキン。おお、流しただけは。おお、フェアゾーンに入った。いただきました。切れなかったね。神がいる。ありがとう。1本です。9試合連続安打。おお、どうだ。完全に打ち損じたが内野安打は？マルチはないか。
はい、おお、長打ではないか。これはセンター追いつくね。左中間アウト。おお、なにもうね、もうね、もうね、怒りの笑いしか出てきませんよ。ねえ、ありえない、ありえない、ありえない。ありえない、ありえない。ナイス盗塁だ。いや、しかしだね。いや、もう引きずらない。打とう、打とう、打とう。さよならの場面だよ。ワンアウトランナーは二塁だからね。チームは 3-3。ここで打つ。決める。試合を決める。さて、3-1だ。ワンダー、ワンダー。いやー、逃げたなー。まあ、過去の実績を考えれば逃げるのも当然かとね。得点圏打率は通算で3割超えですからね。逃げられたよ、勝負したかった。さて、2アウトランナーなし、チームは4-3。最後のバッターとなるか、延長11回の裏。それとも、同点にし、まだ続けるか、どっちだ。ノーお手本のような全力ストレートでの三振ですね。いやいやいや、今日はね、守備の乱れ、守備のね、ファインプレーさえなければ、まあ、あの、ショートへの打球も内野安打、そして、セカンドへの打球、当然抜けてたと思うんですが、今日は守備にやられましたね。猛打賞とはいきませんでした。まあ、一本出てくれてよかったんですけどね。一個のフォアボール。これで9試合連続安打に9試合連続出塁となりました。素晴らしいですよ。なぜこれで監督に叩かれるのかわかんないけどね。OB も微妙な空気。そうそう、まあまあかな。まあまあって何なんだろう。便利な言葉だね。まあまあって何ですか？ははは。いや、ちょっとね、疑問に思い、そしてちょっと怒りを感じるような感じですけどね。OK！ そしてロッテ戦が終了して、今回から、次からソフトバンク3連戦が始まりますね。調子が下がった、ハメを外すな、バカ野郎。外すんじゃねえ。OK！ じゃあソフトバンク戦3連戦やっていきましょうかい。さて、ソフトバンク初戦、1打席目。まずこの1打席目でヒットが出ればいいんだが、凡退。帰れ。ノーン三振。どうだ、引っ張った。これも凡退。これで3打席連続。この試合打てば開幕から10試合連続安打となるが、ちょっと黄色信号。ピンチピンチ。さて、これがおそらく最終打席になるでしょう。延長も、いや、現在 1-0 ですからね。同点になれば延長もあるが、まあそれがなければ今日はこれで最後だ。ここで打てるか。3ボール。いや、ここで欲しいな。もうヒットだけどね。ほい、どうだ？イエーイ！最後1本出てくれたの？よし、得点圏で打ったよ。よかったよかった。へいへいへい、これで10試合連続安打、得点圏でのヒット。おお、チームはピーマンのヒットを足がかりに逆転ですね。4打数1安打。今日は、チームも逆転勝利いいじゃないか。8回の裏に一挙4得点だね。素晴らしいよ。俺のあのヒットがなかったら今日は勝ててない。と言っても過言ではないですよね。ちょうど今日は連続ね、安打数に、ピンチがかかりました。黄色信号がかかったんですが、まあ、最後の打席でね、うまく打つことができました。ふう、よかったよかった。あ、赤い疾風のようにミッション来ましたよ。アンダーを15試合連続で打つですね。現在は10試合連続。この記録どこまで伸びるでしょうか。15試合と行きたいですね。行きたいですよ。さて、じゃあ今日はちょっと彼女とデートでもしていこうかな。まだ彼女じゃないんですけどね。やっぱイスズちゃんでしょう。マイレフも6年目ですから、もうそろそろそういうことも考えていかないとダメだ。今日はね、街に誘おうか。行こう行こう行こう。遊びに行こうぜ。その後イチャイチャしようぜ。どうするんだい？なあ。む、これは素敵なバッグ。20万円。ふざけているのか。それは俺のセリフだ。車内買ってあげよう。金ならある。いやいや、遠慮してほしいけどね。この世界の物価はおかしいよ。君もこの試合頑張るのだぞ。本当は私だって君みたいにスポーツ選手として輝いてみたい。今の私のささやかな夢は、あの市民マラソンで優勝すること。一生に一度でいいから大会で優勝してみたい。それが私のたった一つの夢なのだ。かわいいね。それが夢なのか、ぜひ頑張れ。俺もね、首位打者目指してやってますから、元気をもらいました。ソフトバンク2戦目、行きましょう。ただ、20万円は遠慮しろ。毎回買っとるわ。2戦目、1打席目、行こう！あー！
初球流して、内野安打はないか、どうだ、内野安打はないな、ボテボテだけどね、真正面じゃなかったら内野安打もあったかな。三振、おおどうだ、あ、これは内野安打ですわ、いただきました。イエーイ、これで11試合連続安打、まだまだ伸ばしますよ、まだまだいきますからね、私ピーマン。さて、この得点圏だ、ピッチャーはヘルトン。おい、流した打球真正面かー、おスローカーブ、ボール見たぞ、フルカウント、ほい、どうだ、落ちてくれ、センター前に落ちない、7-7、はあ、今日も1安打、チームは7対16とね、もう圧倒的敗北ですよ。もう悔しさが出ない。あまりにも圧倒的すぎてね。今日も1安打、5打数1安打、まあ11試合連続安打ですかね、現在は。それはいいんですけどね。やはりこれ1安打、1安打と来てるからね、打率が下がってきてるんだよね。1日1本、最低限みたいなね。そんな生活は嫌だな。監督の評価もちょっと下げまくってるしね。ちょっとこれ以上下げたら2軍落ちというのも視野に入ってくるのでね。それだけはなんとか阻止せねば。次行きましょう。これでソフトバンク戦は最後だ。さて、ソフトバンク最終戦。よーし、来た。これで12試合連続安打。ツーベースあるか？行ったー、どうだ、ランナーはセーフか、アウトか。セーフ、いただきました、ごっつさんです。久々の長打。ツーベースですね。もうそろそろ1本欲しいとこだけどね。おう、フォアボール。残念。イエース、来たー、これはセンターオーバー、フェンス直撃。本日2本目、ツーベース。オーライ。久々に長打でちょっと捉えた。強振で捉えた感じがしたね。オーケー、ただ、ホームランとはいかなかった。お、待て。敵の本村の体力見て。ないね、これ。嫉妬を送るよ。どうだか嫉妬サークルチェンジ。あれ、打てる。なんで。もう一球来ると思う。その嫉妬を待つ。今季初本塁打、ぶち込むぜ、俺は。ボール。うわーっ、はーい、あれ入ってんの？いやいやいや、マジっすか。悲しい。嫉妬を待ってたんだけどね。最後は緩い球にやられたね。俺の中では完全にボールだと思ったんだ。あー、ここも打ち損じて猛打賞と、あ、落ちたか、落ちたか、落ちたー、マジっすかー。はい、今日猛打賞いただきました。この実況では初ですね。はい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 。おー、チームは7対5のサヨナラ勝ち。奥井がサヨナラホームラン。素晴らしいぞ、奥井。今日は同期の奥井のサヨナラホームラン待って、勝ちましたね。おー。いやいや、ピーマン自身も猛打賞と大活躍でしたしね。奥井が今季4号か。奥井打ちまくっとんな。最後、グランドスラムか。グランドスラム満塁ホームラン打ってんじゃねえか、今日の奥井。ちょっとね、奥井には今季成績負けたくないからね。5年目の奥井の成績はね、あまりよろしくなかったんだよね。だからピーマンの成績と比べたらね、俺の方が勝ってたんだけど、ちょっと今季はそんな感じにはいかなさそうだね。難しい戦いになるよ。ここまで4本ホームランを量産してる奥井ですね。ただ負けたくはないからね。はい、これで12試合連続ヒットとなりました。ソフトバンク戦はこれにて終わりですね。うん、次はどこ戦になる？12試合連続、あと3試合ヒットを連続で打てば、先ほどのミッションの赤い疾風のように達成ですね。おお、球団ポスター。いいね。オーケーオーケー。もうオリックスの看板選手の一人になってますよね。はい、じゃあ次からは楽天戦が始まります。3連戦ですか。今回はね、この3連戦をプレイして終わりにしたいと思います。15試合連続安打。なるでしょうか。注目だ、そこが。いきましょう。おお、これはボール球打って、セカンドゴロ台。ほい、来たー。この打球はライトに落ちない。なん、うわー、ここも打ち損じた。落ちるか、センターには落ちないよな。あー、まずいぞ。13試合連続安打にちょっと黄色信号が点滅し始めましたね。うわ、やばいな。2アウトランナー1塁。
ここで打つよみんな、大丈夫、慌てる必要性はない、慌ててなんかないですよ、ものすごく慌ててますけど大丈夫だ、焦るこった、内野安打割るか、内野安打割るか、ランナーランナーはどこだ、ダメ、やばいやばい、打席回ってくるかこれ、どうだ、あ最後来たね、よかったよかったよかった、来ました来ました、ツーアウトランナーなし、さて13試合連続安打になるか、流したファール、どうだ、これはね絶対打ちたい、流しただけは、よしよしよし、悩んだわ悩んだわ、よし、はあ、アウト、ここまで開幕12試合連続でヒットを打ってきた私ピーマンですが、残念ながらこの13試合目でその記録が途切れました。今日は4打数ノーヒット、最後ね、最後本当にね紙一重だったよ、もうセーフという審判もいてもおかしくないくらいにね、残念ながら、まあこの記録というのは途切れてしまいました。今日は5打数0安打5タコですね、はぁ、やらかしましたね、盛大にやらかしましたですよ、悔しい、まあでも記録というのはいつか途切れるものですから、まあ、15試合打ってね、笑顔で終わりたかったんですけど、まあそれはできませんでしたね。いいんですよ。記録は途切れるものだ。いや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 、もうここも長打狙いでね、怒りの長打狙いで1打席目やっていこう。楽天2戦目。残るはここは、この試合合わせると2試合で終わりにしたいと思いますのでね、今回は。途切れて記録をね、ちょっと怒りで挽回しましょうよ。打つ。長打をね。の、ダメだ、打てる気配がない。先頭打者ホームランはいかがでしょうか。はあ、ここもセカンドゴロ、ここは選んでファーボール、ほい、どうだどうだ、セカンドなぜ取る、またもセカンドやられたよ、本当にここもノーヒット、2試合連続ノーヒットですね。12試合連続で打ってきた後には、次はなんだ ?12 試合連続凡退か、いや、やめてくれよ、そんなのは。ノーヒット。そんなのはいりませんのですよ。いやいやいや、今日もフォアボール1個のみ。打率もちょっと下がってきてますね。3割1分くらいまで落ちてるんじゃないかな、現在。監督のね、評価も落としまくってるんで。お、今日は金子千尋と飯か、行こう。エースと飯を食いに行こう。やっぱり勝った後の飯は最高だな。お前は勝ったかもしれんけどね。わしはね、打てとらんねん。ちょっと空気読んでくれ、金子千尋。それはちょっと人をイラつかせてるよ。ね。無神経すぎるわ。さて、打率も3割1分5厘。2試合連続凡退によって、かなりの打率大幅に下げましたね。オッケー。じゃあ今回はこの楽天戦で最後にしたいと思います。悔いのないようにね。あ、5番に落とされたね。はぁ、なぜだ、5番に落とされたバトラーに俺の打順が取られたよ。なんだバトラーって。嘘だろ?ここまでね、開幕から14試合ですか。そして、まあ、5年目のもう後半からずっとね、スタメンでは、リードオフマンで使って来られた、来てくれたんですけど、ここでは5番ですか。はぁ、1番を5番にし、5番を1番にし、バカだね、これ監督さん。おかしいよ。頭がおかしいですよ。あなたはバカですかですよね。ありえないね。久々の5番来ましたよ。まあ、得点圏で多く回ってくることがあると思うんでね。1番では塁に出ることが仕事ですけど、5番では長打。そして、まあ、ランナーを塁に返すこと。これが仕事になりますからね。まあ、急遽なぜ1番から5番にされたのかわからんけどね。ほい、来た、これは止まん中、しと捉えた、右中間を破るツーベースとはならないね。破ってないね。ちょっとセンターに追いつかれた。しかしチャンスを広げた。うん、チームは点入った。最高だ。ここはフォアボール。ほい、来たー、この打球は、うわー、スタンドまではいかないか。しかしツーベース、左中間を破るツーベースですね。完璧に捉えたんですが、まだスタンドには持っていけないか。さて、この実況動画最終打席になります。今日は、2打数2安打1個のフォアボールと大活躍。ここでヒットが出れば猛打賞。まあ、最後はね、ちょっと猛打賞で飾りたいね。そして今回の実況を笑顔で
終えたいとこなんですが、どうだ、フォアボールでも別にいいけどね。全打席出塁、ほい流した、はい、これもヒットいただきました。今日は猛打賞、久々の5番で大活躍ですね。5番の方が適正的に合ってんのかもしれないね。あ、チームは延長までもつれだけど、これおそらく途中で変えられましたね。延長に入っても代打で、打席が回ってこなかったので、おそらく最後変えられたと思います。でも今日は全打席出塁&猛打賞ですからね、火の打ちどころがない。チームも結局延長の末ね、勝つことができましたから、ヘイユー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 でございます。ちょっと2試合連続凡退と続いてましたが、3試合目では猛打賞だ。ほう、片目打ち片目打ち片片片片片目打ち何、その先陣は青のバット1 アンダーを1試合に4本打つ。はぁ、難しいですね。こちらのミッションがね、始まりましたので、次回の実況ではね、1試合に4アンダー目指してやっていくのもありかもしれないね。はい、じゃあ今回はこれにて終わりにしたいと思います。今回は何試合ほどプレイしましたかな、おそらく11試合くらいプレイしたと、12試合ですかね、プレイしたと思います。その中でね、結構ヒットを打つことができて、そして今季初打点をマークすることができましたね。じゃあここまでの成績の方を振り返っていきましょう。次回の実況ではこの4月の16日、ロッテ戦からね、始めていきたいと思いますので、盗塁もここまで1個ですか。盗塁は CP に任せてるんでね。よしよしよし、じゃあ見ていこう。はい、現在の打率は3割5分1厘ですね。で、15試合に出場して、打数が57打数の20安打、2塁打4本、3塁打ここまで0、本塁打もちょっと出てないですね。で、打点は2打点、得点圏打率は5割となってますね。ちょっとチャンスで打ててなかったイメージですが、今回の実況ではよく打てたね。得点が11得点、三振が9、フォアボールは10個、で、盗塁が、併殺が1、盗塁が1、成功率は10割ですね。まだ1回しかしてないですけど、失敗はない。出塁率は4割4分8と。いいね。で、長打率は4割2分1。OPS は8割6分9となってますね。やはり今季も長打力がないね。この出塁率なら OPS9 割くらいは欲しいんだけどな。長打率をもっと上げていかねば。猛打賞はここまで2回。対左に対しては5割打ててますね。ただ対右に対して2割7分5厘と大きく差が出てるね。右からちょっと打ててないんだ。右から打て始めたらね、これ首位打者とかもあるかもしれませんけど、ここまでは左に対してよく打ててるね。で、ここまでエラーはなく、守備率は10割となってます。次回の実況ではロッテ戦をやっていくので、お楽しみに。今季200安打達成はできるでしょうかね。首位打者も欲しいとこだ。グッバイ、またおう。